策が出たのか。返事がヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上も藩を葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。名前は何にする？神、世を守る闇。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。神、何をしておる？ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？神、妖霊。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。
崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。物見を殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村殿が後ほど資格で演説される。士気を高めるためだ。いよいよハーンと刃を交える時か。Thank you.
を前に出すな。隙を生むぞ。これでは敵に当たりません。太刀のみ前に出せ。体の芯は後ろだ。誰だ？荷が改められるまで待つか。怪しいものはないな。とっておいて。ありがとうございます。一体何だってんだよ。用心を重ねてらっしゃるんだ。菅笠衆のことがあったからな。誰も信用できないんだろう。だけど俺らはアキュートだ。侍じゃねえ。絹売りの荒太郎覚えてるか。あいつクロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売がたきだったからな。トメもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから荷を調べられた。中身が何かわからんだろ。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ。だけど今は我慢しなきゃな。
叔父上の座敷に入り文を残していかねば。いた、号令していらっしゃる。叔父上、気取られてはならん。お前と劇を飛ばしたかった。ジン・ブランド。風の音だろうな。目指すは最上階、今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも堺。
いえ、クロード目の仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決であろう。仰せの通りに。ハーンの居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、囚われたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。お目に留まりそうなところに。酒井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで。しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまた間見えんことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。